皆様にたくさんの祝福をいただきながら過ごしてまいりました。道の美様、レミ様、お二人のご結婚ご披露宴、皆様への感謝の思いでいっぱいの新郎新婦お二人です。さあ、そしてそんなお二人をいつも近くで見守り、今日のこの日を同じように楽しみになさっていたのは、新郎新婦の正面にいらっしゃいます親御様やご家族の皆様ではないでしょうか。こちらには新郎のお父様お母様、新婦のお父様とお姉様にお立ちいただきました。お母様もご一緒です。ではここからはご家族のお時間となります。それでは新婦レミ様のお手紙をご披露いただきたいと思います。それではお願いいたします。お腹すいた。今日のご飯、なに？こんにちは、僕、道なべ。いえ、お寺だからさ、夕方5時からのお勤めには間に合うように帰ってこいって、お母さんに言われてるんだ。まあ、よく戻らなくて怒られるけどね。土日はお父さん仕事忙しくて、キャッチボールとかしてもらえないけど、お父さんのお説教、せっかく上手でさ、みんな聞き入っちゃうんだ。僕は人前に出るのとかお話しするの苦手だから、すごいなーって思う。姉ちゃんたちにはミーボーは甘やかされてるって言われちゃうけど、優しいお父さんとお母さんが大好きだよ。小学校1年生の時、パパちゃんとママちゃんが離婚して、神奈川に引っ越したんだけど、寂しくって、パパちゃんのところに帰る、京都に帰る、京都に帰るって言ったこともあるんだよ。でも、ママちゃんが抱きしめてくれるから、嬉しくって、安心して、我慢できたんだ。ママちゃん、いつも忙しいから、ランマンと、ジュンジュンと、3人で、カレーも作れるようになったんだよね。ママちゃんにはコーヒー入れて、お疲れ様、コーヒーどうぞってメモに書いてから寝るの。パパちゃんとは年に何回か会えるんだ。京都から来て遊園地に連れてってくれるの。会えるのすっごくすっごく楽しみで、パパちゃんの姿が見えたら3人で走ってってこうやって泣きつくんだ。会いたかったよ、パパちゃん。うちの地元は田舎だからさ、通える高校あんまりなくて、みんな高校から家を出るんだ。僕も京都の高校に通うことに決めて、ゆか姉ちゃんにお世話になることになった。おばさんって言うな、姉ちゃんでいなさいって言われたくらいで、ご飯も美味しいし、高校3年間ずっと弁当も作ってくれてありがとう。中学の頃はさ、勉強しなさいってうるさいお母さんとよく喧嘩して障子破ったりしてたけど、家出てから急激に優しくなってさ、高校から始めたフェンシングでの試合で負けてばっかでスタメン入れなくて泣きながら電話したこともあったっけ。高校最後の試合、京都府予選優勝して、インターハイには遠くから見に来なくていいって言ったのに、えつかちゃんと一緒に応援に来てくれて嬉しかったよ。中3最後のバレーの試合は勝てなくて、まだまだやなって言われちゃったけど、なかなかやるでしょ、お父さん。中学生の時はさ、まだ弟が小さかったから、なるべく純喜がただいまって帰ってきた時に、お帰りって言ってあげられるように早く帰れるようにしてたんだけど、帰ってきた時に
どうして僕の家にはお母さんがいないの？って言われちゃって。ごめんね。お姉ちゃんじゃダメだよねっていうのが精一杯だったな。そんな弟と二人で夏休み、京都のお父さんの家に泊まりに行ったよね。美味しいもの食べさせてもらえるし、嬉しくって随分居座っちゃったっけ。高校生になってからは帰りが遅くなることも多くなって、よくお母さんに玄関で正座させられて怒られるんだ。女の子なんだから自分を大切にしなきゃダメ、夜道で何かあったらどうするのって叱るんだけど、ヒートアップしすぎちゃって途中で噛んじゃうんだもん。お母さん自分で笑うからさ、つられて私が笑うと反省してないってまた怒られるの。今日は早く帰ろっかな。これさ、もう動かないんだって。お父さんもおじいちゃんも通った龍谷大学に合格して、お坊さんの資格も取ったんだけど、友達のみんなと海に行った時にさ、飛び込んだところが思ってたのもずっと浅くて、頭ぶつけたんこもできるかもなーくらいで思ってたら、体動かなくてさ、何が起きたかわかんないまま救急車で病院に運ばれて、緊急手術するって言われた時は不安でいっぱいだった。お父さんもお母さんも不安を押し殺して電話越しで必死に励ましてくれたよね。首から上しか動かなくて、どうなるのかな、死ぬのかな俺って思いながら目を閉じて、次目を開けたら、お父さんとお母さんが目の前にいてくれたっけ。命は助かったけど体の感覚は変わらなくて、医者にいつ歩けるようになりますかって聞いても、って濁されてばっかでさ、初めの頃は何としてでも歩いて退院するんだって思ってたんだけど、2ヶ月後ぐらいかな、一生歩けないって告知された。なんだろう、不思議とさ、そういうことなんだろうなって覚悟はできてたんだ。入院中、ゆか姉ちゃん毎日一日も休まずにお見舞いに来てくれたよね。何度も心が折れそうになったけど、いつも明るくてポジティブなゆか姉ちゃんのおかげで大学にも復学して卒業することができたんだ。本当にありがとう。入院中にさ、飯村先輩たちがお見舞いに来てくれた時、車椅子フェンシングをやれって言われて、パラリンピック目指すことにしたんだ。たくさん心配かけたよね、お父さんお母さん。俺頑張るから応援してね。二十歳くらいの時だったかな、お母さんに帰り遅くなるって言ったら、何時になるのって怒られてさ、なんだろう、子供の頃から溜まってたものが急に爆発しちゃって、私だってずっと寂しかったのに、お母さんは帰ってこなかったじゃない、なんで私には帰ってこいって言えるのって怒鳴っちゃったんだ。その日の夜、気まずいなって思いながら帰ったら、泣きながら私のこと抱きしめて、ごめんね、愛してるって何度も言うんだもん。
私も泣いちゃった。そんなお母さんにガンが見つかってさ、余命半年って宣告されて、長くないから美味しいもの食べなさいって、頭の中真っ白になって、そのままお母さんをあーって吐き崩れて、泣くだけ泣いたらお母さん美味しいもの食べようって、そのままご飯食べ行ったんだ。入院中のお母さんに言われて嬉しかったことがあってさ、お母さんね、お見舞いに誰が来ても元気でいっぱい話すんだけど、私が行くとすぐ寝ちゃうの。なんでって言ったら、あなたの時しかほっとできる時間がない、寂しいよね、ごめんねって。寂しくて嬉しかったのは初めてだったよお母さん。最後の日はお父さんも駆けつけてくれたよね。お母さんもう喋れる状態じゃなかったけど、子供たちのこと頼んだぞって言われた気がしたって。お母さん、誕生日の時よくアジサイ寺に連れてってくれたよね。レミの結婚式にはアジサイをいっぱい使って、髪飾りにブーケに式場の花に持って、すごく楽しそうに話してた。お母さん、それからお父さん、今日はね、まだまだ伝えたいことがあって手紙を書いてきたの、聞いてくれる？はい、レミ、ありがとう。はい、レミ、ありがとう。はい、レミ、ありがとう。本日はご対応のところ、私たちの披露宴にお越しくださいまして誠にありがとうございました。私事ではありますが、この場を借りて大切な人への手紙を読まさせていただくことをお許しください。お父さんへ。小学校1年生の時に離婚して、お父さんとは離れて暮らしていたけれど、毎月会いに来てくれたし、遊園地や旅行とあちこち連れて行ってくれて、楽しい思い出がいっぱいです。頭の回転が早い兄弟とは違って、のんびりした性格だったため、家族の中で仲間外れな気がしていて、いつも寂しい思いをしていました。でもいつだってお父さんは私の味方でいてくれたよね。レミはお父さんに、だから兄弟とは少し違うんだよって言ってくれたのがとても嬉しかったです。本当に優しくて、いつも私の味方でいてくれるお父さんが大好きです。お母さんへ。私たちを女で施設で育ててくれてありがとう。甘えん坊で寂しがり屋で、周りに流されやすく、言いたいことも飲み込む癖があって、私のことを誰よりも心配してくれていたよね。毎週月曜日には2人でランチを食べに行って、お母さんの人生観や将来のことたくさん話すのが本当に楽しかった。尊敬する人はって聞かれたら、私はすぐにお母さんと答えられるぐらい、お母さんのことを誇りに思っているよ。あなたの娘に生まれて私は幸せです。お
母さん、この気持ち直接言いたかったです。今日お母さんの顔が見れないのがすごく寂しいです。ねえお母さん、誕生日に連れて行ってくれたアジサイ寺根のこと覚えてる？結婚の予定なんて全くないのに、アジサイ寺根、私の結婚式の話をしたよね。デビの結婚式にはアジサイのドレスにアジサイの髪飾り、アジサイのブーケも可愛いよね。ほらこんな感じの白いアジサイを使って、ねえねえ写真撮ってって楽しそうに話をしていたよね。いつか結婚するときはお母さんに見せたいと思っていました。お母さん、あの時話した式になれたかな、喜んでくれているかな。たくさんの愛をくれたお母さん、私もいつかお母さんのようにたくさんの愛を与えられるようになりたいです。これから私がもらったたくさんの愛情を道信さんにも伝えていきたいと思っています。お母さん、これからも見守っていてください。そしてもう一人、感謝の気持ちを伝えたい人がいます。今日という日を迎えることができたのはもう一人大切な人の支えがあったからです。大好きなお姉ちゃん、お母さんが亡くなった後、寂しがり屋の私を心配して自分の家に泊めてくれたり、マサトさんとのデートにもお邪魔させていただいたり、マサトさん、あの時は新婚だったのにお邪魔してごめんなさい。お姉ちゃんは時には母のように叱ってくれて、心配もしたくさんかけたし、私が悩んでいたらあなたのことは私が絶対に守る、だからあなたは前に進んでいいと背中を押してくれたよね。あの言葉がなければ私は前に進めず、道信さんとも出会っていなかったかもしれません。これからもたくさん連絡をすると思います。甘えん坊な妹ですが、これからもよろしくお願いします。そして道信さんのお父さんお母さん、初めてお会いした時からいつも優しく笑顔で接してくださりありがとうございます。至らない点がたくさんあると思いますが、これからも精一杯頑張りますのでよろしくお願いいたします。こうして今日の良き日を迎えられたのも皆様方のおかげだと思います。どうぞこれからも温かく見守っていただきますようよろしくお願いいたします。ありがとうございました。主婦レッサーの今の素直な明日な感謝を思いながら、そのお隣にお呼びいただきました。さあ、そして先ほど親御様へサプライズでこれまでの感謝の思いを込め、一緒に過ごしてきた数え切れないぐらいのたくさんの思い出のシーンを再現していただきました。懐かしくご覧いただけたことと思います。さあ、これから新郎新婦お二人、これまでのたくさんのご家族との思い出を胸に、そしてここまで見守り、そして導いてくださりましたご両家の親御様への大きな大きな感謝の思いを胸にお進みいただきます。さあ、今お二人がご家族の前にご到着です。さあ、新郎新婦は親御様にプレゼントをご用意されました。まずは新郎からは生まれ星のワイン、オリジナルの似顔絵とメッセージが入っております。新婦からは小物入れをご準備されました。代表いただきご両家のお父様にどうぞお送りくださいませ。これまで本当にお世話になりました。ありがとうございました。お父様に使っていただけるものをと心を込めてお送りされました。
ます。神父からご家族に向けてお読みいただきましたお手紙、お父様とそしてお姉様にお渡しいただきましょう。これまで本当にお世話になりました。ありがとうございました。きっと一生の宝物になりましょうね。皆様に見守られながら、とても素敵な心温まるご家族のお時間